一応最終回、フレンダイザーユ、ついに最終回を見ました。新規ファン、そして原作ファンを翻弄してきたビッグタイトル、一体どうなるんだろうと緊張して視聴に挑みました。前回ルビーナがその命を儚く散らせましたが、これに怒ったリュークはまたもブレンダイザーを暴走させてしまい、キングボリやベガ局社砲といった敵の戦力を完全沈黙させる圧倒的な戦いを見せつけます。しかしそれは制御できていない危険な力、もはや戦闘状態にない敵を一方的に虐殺するだけでなく、地球に降下、リュークが愛したこの緑の星を滅ぼそうとします。なかなかの急展開ですが、フリードセイを滅ぼした前日タンが何度も何度も劇中で振り返ってきたのはこの展開に至る伏線だったのでしょう。最大のピンチにコージは以前託された指輪爆弾に手をかけます。もはやリューク、大輔を殺すしか手段はない。しかし葛藤の末にコージは爆弾を起動させず、マジンガー X とグレンダイザーと拳を交えての説得を試みます。リュークを取り巻く三角関係だけがこの作品の主題ではないとばかりに、熱いコージと大輔の BL が描かれますが、サヤカたちのスペイザー軍団も暴走を抑えるためにグレンダイザーとドッキング、さらにはテロンナのアクアダイザーの助力も得て、コージは一瞬生まれた隙を突き、さらにはルビーナの生きてほしいという願いを受け、リュークを正気に戻します。前回まではややスローリーな展開に感じていたのですが、アクション中心の物語に引き込まれましたね。さらにさらにバトルのおかわり、戦力を喪失したガンダル司令は一矢報いるべくベガスターを地球に落とそうと画策しますが、グレンダイザーとマジンガー X の総攻撃を受け爆散。ズリル長官はおそらく逃げおおせたものの、これでベガセイ連合軍の地球攻撃部隊は壊滅、勝利に沸く一同。そしてグレンダイザーに吸収されたルビーナの遺体を見届けるテロンナ、リュークに共に地球で生きようと誘いを受けますが、それを断り愛していた彼には彼を告げどこかへ去っていきます。そしてエンディングに突入し、ラストではついにベガ大王が登場。グレンダイザーへの執着心が未だに止まないことを示唆して物語は完結、続編の特報なども特になく終わりました。ユークたちの三角関係があまりに濃すぎたため、コージのマジンガー X やカサドやヒカルのドラマがいらなかったのではないかとすら思ったのですが、最終回で再び熱い BL が地球を救ったわけですし、ルビーナとコージの願いでリュークが正気に戻れたとう事実を見て、自分は何も与えられなかったからテロンナは別れる道を選んだとも解釈できます。最後の最後でロボットアクション全開の痛快なバトルも見られましたし、想定よりとても気持ちの良い終わり方をしたんじゃないかなと思いました。リューク、ひいてはテロンナを中心とした人間ドラマはこれで描ききったんじゃないかなと。しかし描ききれなかった要素も多く、今回壊滅したのはあくまでも地球侵攻の一部隊に過ぎず、ズリル長官が生存していること、ベガ大王がグレンダイザーを諦めていないこと、ベガから技術供与を受けた武装勢力ヘルについても描かれていなかったことから、これらは続編を作る余地として意図的に残された要素なのだと思います。テロンダの去就もかなり含みを残しているので、再登場は可能だと思いますし、ヒカルさんの謎巫女、遺跡の設定もさらに掘り下げることはできると思います。ただリュークとヒロイン2人の愛憎劇をここまで色濃く描いてしまった後に、またリュークが主人公で人間ドラマを描くのは若干厳しい気もします。そうなると一旦リュークをサブに回すなりして新しい主人公を立てて、終盤で再びリュークが主人公に戻ってくるような作劇、例えばガンダムシードデスティニーのような形が理想的ですかね。ああ、そういえば監督が同じでしたね。今言ったのは偶然です。着地点としてはそれなりに納得ができる終わり方でしたが、やはり全体的な評価としては難点が多い作品だったかなという印象です。もし今回の動画は好評でしたら、総括動画も投稿したいと思いますので、皆さん、コメント欄に感想をどんどんご投稿ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。1クールの間、ご視聴ありがとうございました。